またこのような機会を与えていただきました ITI の関係者の皆さんに深く御礼申し上げます。私は何不自由なくアナログで生活してきたんですけれども、ここに来てデジタル化が進んできて、それをいかに応用するかっていうので実際は今スタートしたばっかしです。そして今日の演題はデジタルソリューションということでいただいたので、何ともこじつけて私の臨床を話してみたいと思います。今西ドイツ、ドイツを中心に第4次産業革命と言われています。そして私たちの生活環境も、それから医療環境も、ましてこの歯科の環境も大きくこのデジタル化や IT 化で変わろうとしています。それを何とか取り入れて今の歯科を前進させたいと私は思っています。その中でフルエデンテラスのリミットローディングを話す前に、まず今日はその原則、インプラントの原則をちょっと話してから、それを用いた臨床について話してみたいと思います。その原則のうちの一番はこの論文だと思うんですけども、92年のラス・セネビーのこの報告です。これはウサギの骨にインプラントを埋入します。そしてヒーリングをさせてローディング、それぞれの場でこれに引き抜きトルクをかけて引き抜いてみます。そうすると分かることは、この引き抜きトルクに抵抗するこの力っていうのは皮質骨にの量に関係してるんであって、界面骨には全く関係しないというのが分かります。次が今度はインプラントのイメージローディングするときには、バイコーティカルの方が、要するに両側の皮質骨を使った方がより安定が良くて強い高合圧に耐えられるのではないかなと思います。ところがこれでバイコーティカルでこの実験をしてみますと、ロードがかかる部分というのは